皆さんこんにちは。今回は古民家暮らしの1週間コーデをお見せしたいと思います。古民家での暮らしの、洋服を見せ、はい、骨格は人骨、パーソナルカラーはブリーフ夏。レッツゴー。マンデー、月曜日は週の始まりなのでしっかりと決めていきたいところ。だいぶ古民家生活も慣れてきて毎日楽しんでおります。最近の古民家でのエピソードを一つだけ、お庭にですね、小さな子猫が、迷い込んでおりました。とても可愛いですが草むらの中に逃げてしまいました。どこへ行ったのやら、隣のおばちゃんに聞いたら、よくその、子猫出てくるわよ、首輪つけてたでしょ、どっかで飼ってる猫だったらしいです。そんな平和なエピソードが、毎日のように起こるこの古民家生活、だいぶ慣れてきて6ヶ月目になります。さあ徐々に月曜日のコーディネートが完成してまいりました。これは一体何でしょうか。アースマットが手に入れました。虫除けスプレー、防虫ネット、いろいろ出てきましたね。これは一体何になるのか、皆さん完成です。どうぞ。虫コナーズです。はい、すいません、こういう感じで進んでいきます。お願いします。Tuesday。 さあ火曜日のコーディネートはどのようにいたしましょうか。古民家生活のエピソードを、もう一つだけお伝えしたいと思います。洗濯物をですね、干しっぱなしで、実家の方に帰ってしまいました。3日間ぐらい空けておりまして、古民家に帰ってきましたらですね、隣のおばちゃんに、洗濯物は1日で乾くんだよって言われました。かわいすぎます。さあ火曜日のコーディネートが完成いたしました。こちら偽農家でございます。パチ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 。Wednesday。 皆さんついてきてますでしょうか。こんな感じで水木金土日と続いてまいります。洗濯物エピソードをもう一つ。洗濯物を干して買い物に出かけました。買い物から帰ってきたら向かいのおばちゃんに、屋根の上に洗濯物が落ちてるよ、この間も押してたよと言われてしまいました。近所からは息子のように扱われております。さあ水曜日のコーディネートが完成した模様です。竹でできたスマホケースがチャームポイント。ハンマーを持ち、手ぬぐいを巻き、いいステップをし、トントントンとトチントチンと、このように水曜日は、大工に励んでおります。ちなみに、電ドリは使いません。手動派でございます。Thursday。 さあ木曜日にやってまいりました。木曜日はどのようなコーディネートを、組み込んでくるのでしょうか。楽しみで仕方ありません。最近ですね、うちの家族のエピソードを一つだけお伝えしたいと思います。ですね、10月にですね、家族キャンプっていうものが毎年行われるんですけども、そのね、家族ラインでですね、キャンプのお話をしていたところですね、毎回ですね、うちの母がですね、キャンプのことをキャップと間違えていつも送られてきます。可愛いですね。さあさあ何やら、朝紐を取って、このコーヒーの、カップ、そしてサイフォンコーヒー、そしてやかん、そしてゴリゴリするやつに、巻きつけていきます。何でしょう。一体何だったんでしょう。こちらをですね、首にぶら下げまして、あ、きっとこちらはアクセサリーになったんでしょうね。そして靴を履きまして、全身茶色ですね、コーヒー豆を意識しております。はい、そして最後に、このゴミ箱を頭にかぶりまして、これ何ですか。美味しい。Friday。 皆様すいません、最先端のファッショニスタのコーディネートなので、ちょっとついてこれない方もいらっしゃると思いますけども、今のが最新のファッションでございます。
さあ金曜日、金曜日はどのようなファッションにしますか。おっと何やら、なんか履いております。これは一体何なんでしょうか。そして頭にですね、電球のやつをつけて、こちらはですね、どこでもスポットライトを浴びてどこでも読書が楽しめるという、やっぱり金曜日は読書の金曜日にしたいという彼の願いから生まれたファッショニスタだと思います。サタデー、从现在开始，我想用我最近学到的中文说话。我很久以前去过北京，我通过说中国不会说英语来学中文。至于为什么去北京，我真的很想在万里山顶看第一次日出，所以我在12月31日去了北京。我在北京旅行的最后一天丢下了相机，它坏了，所以我哭了起来。在中国逗留期间，我也有美好的回忆。当我在城里走来走去时，哥哥叫我买这个激光笔，因为它太棒了。我很高兴买它，因为它看起来很有趣。除了很多钱，我什么都没有，所以我付了钱，然后换了零钱。当我回到家时，我看了看钱包，检查了零钱，发现这是一张伪造的钞票。周六的协调工作已经完成。我是一个榻榻米人，在任何地方都能闻到榻榻米的味道。Sunday。さあ、私の中国語はいかが？おっと、なんだ？なんかエコーがすごい効いてる。なんかすごいエコーが。エコーどうしたこれ？エコーすごいぞ。わー！イエーイ！ちょっとマイクトラブルですね。エコーがすごいかかっちゃってるから、なんか一曲お送りします。盗んだバイクで走り出す。走り出す。行く先も走り出す。さあ、最終日のコーディネートはなんとスーツ。スーツを着てどこにお出かけするんですか。おっと、なんかドライフラワー登場でございます。なんか洋服に差し込んでおりまして、おっと、まだ刺す。そしてまだ刺す。いいよいいよ。そしてまだ刺す。いっぱい刺さって、Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday。 疲れた。しんど。俺は何をやってんだろう。片付けのだるー。